こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望して第2クリスタルダンジョン魔法剣士新ガチャ性能解説。いやまあ別に全人類待望はしてないよな、このガチャ特に。はい、ということでね、ちょっと遅れたんですけど、だいぶ遅れたんですけど、まあやっていきましょう。一部ねやってくれというコメントもあったりなかったりしたんで、はい、ということでね、まず上から見ていきましょう。まずパインのマスター審議、これは当たり系のやつだね。大当たり型と言っていいでしょう。なんでかっていうと、英雄強化はまあ全部ついてますが、英雄強化プラス幻突レベル変化、これがついているので火力が非常に出しやすい。なおかつこのモード中じゃなくて、ごめん、マスター追撃の部分で自身の新限界突破レベル1アップという効果がついておりますので、最後の、攻撃の時にですね、199,099がまあやろうと思えば出すことができるということで、最大打点高いです。しかもパインに関しては専用アビがね6回攻撃になっているんで、その分火力を出すことができるということです。はい、でまあその他については一応クリスタル審議が復刻されていたり、それから、あそうだ、今回パインのアクセル審議はないんだね。パインのアクセル審議はありません。あとオバフロ審議をわざわざ入れてくるかって感じなんだけど、オバフロ審議なんかもはや今マスター審議の劣化でしかないからね。わざわざこれオバフロ審議打つぐらいならさ、マスター審議状態で殴った方が強いからね。まあ、このタイミングで追加する意味はわかりません。まあ、ただ単純に運営の性格の悪さが見えてるだけなのかなと。そう、オバフロ審議の数を増やせば、要するに闇鍋とかのガチャの時とかでも外れ枠を増やせるので、その分ユーザーが当たり必殺を引けなければさらにガチャを回さなきゃいけないっていうことになるから、このオバフロ審議を追加することの意味ってマジで運営にしかメリットないんだよな、これマジで。以前もそうだったけど、マスター審議が出ていこう、さらにオバフロ審議の価値がないので、マジで性格が悪いとしか思えない、これは。はい、でパインはそんだけです。まあ一言総評で言うんだったら、まあパインはかなり強くなったと思います、今回のマスター審議で。でもね、初戦はティーダが出るまでのつなぎまでなのがね切ないですね。ティーダが今仮に、まあもちろん今めちゃめちゃ強いと思うよ、実際使ったらバカ強えなパインってなるかもしれないけど、まあティーダで出たらもうそこまでだからね。ティーダがもうね、ご存知の通り ATB 短縮のシンクロ持ってる時点で、もうそんなやつにマスター審議与えちゃったらパインなんてって感じなんで、パインなんてなんで。はい、で次はクラサメですね。こちらマスター審議はオートリベンジ天命功っていう、まあ、敵がねウェポンブレイクやってきた場合にカウンターとして勝手に発動するよっていうタイプだね。だからまあ実質ポンブレバフがついてるマスター審議だよっていうことだね。その代わりパインにあったような幻突レベルアップがなくなっているので、その分火力出ません。もちろんその他の幻突レベル2アップとかね、そういった効果はついてくるんですが、マスター追撃も弱くなってます。どれくらい弱くなってるかっていうと、ただね、ただの新幻突1アップの攻撃するだけで終わっちゃうっていうので、まあかなり弱めかなとは思いますね。個人的には火力は出ません。もうこの時点でクラサミはメインアタッカーとしては、メインアタッカー路線としては外れてしまったのかなというところだね。まあ仕方ない。また、今後ですね、別の第2マスター審議が出ることを祈るしかありません。でクリスタル審議が復刻で、であと悪神ね、こちら敵単体に2回攻撃の
無属性物理、オア魔法攻撃、短時間全属性耐性1段階ダウンするよという効果内容になっております。これは全属性なんで、シリーズダンジョンとか、それからジョブだね、天命のジョブダンジョンを意識した、構成ということになっております。まあ、クラサム以外もね、これを使うことによって火力を底上げすることができるというのが良さだね。はい、その代わり追撃回数は少ないので、これ自体の火力はちょっと低めになっちゃうから注意ですね。はい、それからクラサメまさかの第二究極神技が実装されました。このパターンって結構珍しいというか、あんまないんだけど、すでに属性の属性用で使える、まあ属性っていうか全ての場面で使える、まあ第一究極神技があって、その後でシリーズと天命に特化した究極神技が実装されるパターン、結構珍しいんですけど、で両方ともね、発揮属性まといは一緒なんだよね。第一もこちらの氷と闇まといできるタイプだったんで、本当にただ追加効果が変わるだけの違いだね。この英雄戦闇極化の内容も変わんないので、でね、この追加効果何が違うのかっていうと、これだね。味方の魔法剣士は霊式シリーズの生存人数に応じた追加効果ってことなんだけど、これもね、いつもとちょっと違うものがあって、いつもだったら4人以上の場合っていう条件なんだけど、今回さらに一番上の効果で4人以上&味方全体の魔法剣アビの装備数が3個以上の場合っていうオバフロ審議みたいな条件がくっついてきて、一番上の条件満たすと一定時間味方全体の弱点バフ中ということになります。まあ魔法剣士なら全く問題なく余裕で勝手に発動すると思うけど、シリーズだったらクラサミ以外にも魔法剣持たせてないとダメなんで、魔法剣キャラっていうとマキナとかクイーンとかになってくるのかな。その辺にまあ一緒にパーティー入れれば、まあ、勝手に発動するかなと思うんですけど、そうなのでシリーズだと若干キャラ縛りが出てくるっていうところがポイントだね。まあ、とはいえシリーズダンジョンで弱点バフ使えるキャラ他にも全然いるので、別に暗さめでやる必要はないので弱点バフ自体は、まあなんで、まあ、他のキャラで弱点バフ持ってなかったりとか、まああるいはもちろん使い分けね、前半は暗さめ後半は別キャラとか、そういった運用で使うっていうのも全然ありだし、まあ結局これ持続時間15秒だからね、まあ15秒15秒でそれぞれ対応させていくっていう手段も全然ありかなと思います。まあいずれにしても天命魔法剣士ではこの弱点バフかなり強めだと思うんで、天命魔法剣士だとね弱点バフ発動できるキャラが少ないのでめちゃめちゃ強めだと、そんな感じだね。まあとはいえ属性ダンジョンで使うんだったら普通にやっぱり第一究極神技の方がいいのかなってとこだね。属性ダンジョンだったらまあ霊式、あでも一応霊式シリーズで統一できなくもないんだけどね、できなくもないけどわざわざ使わないかな、霊式ファンでもないとね。魔法剣士ってのもまあ使わないかな、普通にまあ色とりどりのキャラで組んだ方が強いかな。はい、であとは星7戦技実装されてます。こちら全エレメントモードタイプで ATB なしと待機時間2ターンなしタイプだね。まあこれはあったら便利だけどなくても大丈夫だよって感じ。はい、ちなみにお気づきかもしれませんが、まだ全然僕喉が治ってませんので、時からめちゃめちゃ咳を抑えながらやってます。でスコットのマスター審議ですね。はい、こちらはデプロテタイプだね。なので、先ほどのクラサメと同じように幻突レベルアップというものがつきません。でなおかつマスター追撃もただ一発撃ってデプロテ3段階付与して終わりっていうタイプで、しかも短時間なのでそこまで 長期戦には全く向いていないデバフということになりますので、
まあこれを皆さんがどう評価するかなんでね。デプロテが1段階に対して 10% ずつ火力が、まあ、伸びていくわけですけど、これをどう評価するか。しかも短時間しか持続しませんので、重なったとしても3段階ぐらいなんだよね、これ一番、まあ3回以上出たとしても、そこから短時間なので、うん、だから 30% バフ、実質 30% バフがまあしばらく続くよっていう内容ですかね。まあだからこれ使う場面って、他のメインアタッカーが、まあ例えばパインみたいなねタイプの新限界突破レベルアップとかできるようなタイプのキャラがいて、その前にマスター追撃でデプロテ発動させて、その上でパインのマスター追撃からの199,999っていうことができることが理想になってくるかなと思うので、まあ、スコット自体がメインアタッカーになることはない、もうクラサメと同じだけど、なんで、そうなってくるかで、役割って言ったらもう要するにメインアタッカーに対するバッファーっていう立ち回り、バフデバッファーっていう立ち回りになるから、スコットの代わりっていくらでもいるんだよね、バフできるキャラであれば。別にそれこそこの間のリディ Z でもいいし、誰でもいいね、物理ダメアップできる、別にナジャでも何でもいいし、そういったアミンフィリアでもいいしね、そういったキャラがいれば別に同じことが、やってることは一緒なんで、ただ他のキャラをサポートに特化してるか、スコットみたいに殴りながらも他のキャラのサポートをしていくかみたいな、その違いになるかなので、まああとは皆さんの価値観と、あと手持ち次第ということになる。バッファーがそんなにないんであれば、スコットも使える可能性があるしね。うん。かな。で、あとは、スコットの悪心だね。これも味方全体の全属性攻撃力アップだね。まあ、クラサミは全属性耐性ダウンでしたが、クラサミは全属性バフでした。まあ、これもシリーズとか、それから、天命のね、ジョブダンジョンが一番効果を発揮できるかなと思うんですが、もちろん属性ダンジョンでも使っていけるんで、やっぱりこういったところで、悪心でバフして、で、マスター審議でデプロテでデバフしてみたいなところで、やっぱ火力の底上げだね。サブアタッカーっていう役回りになりましたね。なんで、まあ、一応まあマスター審議自体は、火力自体はもちろん英雄強化で出るので、まあ、ロックのつなぎにはなってきますが、ワンチャンデプロテとかこの悪心のおかげでロックの相方候補に入ってくる可能性もあったりしますかね。さっき言ったバッファーとかがね少ないよっていう方は、全然こちらをそのミンフィリアとかの代わりとしてスコット入れてメインアタッカーの火力上げていくとか、そういったことも可能だと思いますので、はい、そんな感じだね。以上ということで、長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。すごい短くなったね、ライムの解説動画。すごくない13分ってすごくない？これがもうライムの動画だいぶスマートになったねって言われるような時代がやってきたね。はい、ということで今回は特に壊れはなかったね。でも皆さん、もうさすがに散々ね、僕の動画でも言ってるからお分かりかなと思うんですが、まあ、どころかね、どころかっていうか、この画面にも映ってるだろうけど、もう10周年のね、バナーも出てるしみたいな。もうフェス前なんで、余裕でこんなのスルーしていいでしょってとこだね。まあ、これ引く人はどうしても、天命魔法剣士が勝てない人って感じだね。勝てない人は引けばいいと思うけど、それ以外の方は余裕でするですね。もう次のフェスの、メインアタッカー級のマスター審議狙っていった方がいいかなと思います。まあこの動画でも名前出たけどね、 T だとかね、ロックとか、そういった、まあ、各属性のメインアタッカーがおそらく、まあ、誰かは分かんないけど誰かしら来ると思うので、そういったキャラを狙った方が、まあ、今後の、まあ、ダンジョン等も楽になるかなと思います。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。
参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。